This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。木曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。プライト首相は新型コロナの感染状況に改善の兆しが見られるとして満足の意を表明しています。政府は農産物の価格調整を進めています。国立科学技術フェア2021が開催されています。タイ政府観光庁は入国規制緩和を歓迎しています。それではまず初めのニュースです。プライト首相は新型コロナの感染状況に改善の兆しが見られるとして満足の意を表明しています。ここ数日にわたりタイでの1日の新型コロナ新規感染者の数が数千人にとどまっており、1日の死亡者の数も100人を下回っています。新型コロナの感染状況が減少傾向にあり、また回復し退院する患者の数が感染した患者の数を上回っています。プライト首相は、これは公衆衛生関連機関及び医療関係者の努力と国民の協力の賜物だとして感謝の言葉を述べるとともに満足の意を表明しました。2021年11月6日現在、ブルームバーグのウェブサイトの世界184カ国のワクチン接種状況によりますと、新型コロナのワクチン接種は世界中で進められています。これまでに世界で72億回以上の接種が行われました。接種回数の多さではタイは世界で第18位、アセアン地域で3位にランクインされています。ワクチン接種が最も多い国では中国、インド、アメリカ、ブラジル、インドネシアとなっています。タイの累積接種総数は8000万回を超え、接種率はタイ総人口の 65.44% となっています。ブルームバーグはタイがこのスピードでワクチン接種を進めると11月1日から1ヶ月以内に人口の 75% が1回目の接種を終えることができるだろうと予測しています。またプライト首相はアメリカのファイザー社とメルク社が開発した新型コロナ治療薬2種類について保健所に対し早期に予約を入れるよう要請しました。メルク社が開発したモルヌピラビルを使うことで入院率と死亡率をそれぞれ半分まで低下させたと発表していますが、ファイザー社の開発したものは臨床試験の結果、入院率と死亡率が 89% 低下したとされています。タイ国内の新型コロナの感染状況は改善しているとされていますが、プライト首相は国民に対し密を避けてマスクを着用して感染対策に努め油断しないでほしいと呼びかけています。次のニュースです。政府は農産物の価格調整を進めています。政府は農家の収入を生み出し増やすことを目的とし、政府の農業推進政策を明らかにしました。タイの農産物の価値を高め、薬用植物の研究と技術開発を支援していく方針です。農業協同組合省は薬用植物や医療用大麻の生産の拠点となることを目指しています。タイはハーブとハーブ関連製品において世界有数の製造及び輸出大国となっています。特にコロナ禍での国と農家の収入を増やすための政策の一環となっています。
当局によりますと、現在ハーブやスパイスは世界市場で約100億ドル、およそ3000億バーツまで成長しています。2021年タイのハーブ製品の市場価格は500億バーツを超えると予想されており、前の年から増加し続けています。タイのハーブの輸出市場は新型コロナの感染拡大がプラスとなっています。主な輸出先は日本、中国、アメリカです。タイの市場規模は6億6000万ドルで、2024年までに25億ドルに成長するとみられています。世界の主な市場は EU とアメリカで、2つの市場における医療用大麻やハーブは世界市場の 80% 以上を占めています。農業協同組合省は5万ライ、およそ8000ヘクタールの土地をカバーする DAP ハーブ栽培促進プロジェクトなど、薬用植物や医療用大麻の栽培を拡大させるプロジェクトを実施しています。プロジェクトにはコミュニティ企業、協同組合、農民グループなどから1565人以上が参加しています。全国22県37地区、総面積7913台、およそ1266ヘクタールの土地がこのプロジェクトに対応しています。いくつかの病院では薬草を使った治療を専門とする科も開設されており、2022年にはシャケンサオ県、チョンブリー県、ライオン県の3つの県でも専用の病院を増やす計画です。一方、保健省でもコロナ禍の中、価値の高い薬用植物を使った積極的な取り組みを行っています。保健省はタイを薬用大麻製品の生産拠点とする計画を推奨しています。タイの薬用大麻の品質は世界でも認められています。政府機関、民間部門、医療大麻を専門とする医療グループと協力して、医療用大麻の活性化を進めています。例えば、国際医療用大麻研究センター、医療用大麻クリニックなどを設置し、大麻を医療目的で積極的な使用を推進しています。保健省によりますと、医療用大麻は多くの国で転換、薬物による痙攣、中枢神経系の痛み、喘息、食欲不振、子宮頸がんなどの治療で医療大麻を使用する人の人数が増え続けているとしています。保健省は医療用大麻を栽培するプロジェクトも支援しています。医療用大麻の栽培の許可を申請するコミュニティ企業も増えています。薬用植物を育てる農家が増えており、政府の医療用大麻推進の方針が評価されています。新たに設立されたハーブ製品の製造及び加工事業法人の登録数は、2021年1月から9月まで2020年の同じ時期と比べ 69.56% 増加し、登録資本金は3億557万バーツ、前の年の同じ時期から 56.04% 増えました。政府は今後、タイ国内だけではなく外国からの資本融資も進めたい考えです。次のニュースです。国立科学技術フェア2021が開催されています。高等教育科学研究改革省は、11月9日から19日までバンコク郊外インパクトムアントンタニーで国立科学技術フェアを開催しています。今年のテーマはアートサイエンスイノベーションとクリエイティブエコノミーです。今回はバイオサーキュラーグリーン BCG 経済モデルの経済発展に焦点を当て展示されています。東南アジアで経済を見据えた科学的活動を展示するのはこれが初めてで、 BCG 経済を推進するためのアイデアを刺激しています。主要な展示は9つのエリアに分かれています。詳細はウェブサイト worldwideweb.thailandnscfair.com で確認することができます。次のニュースです。タイ政府観光庁は入国規制緩和を歓迎しています。タイ政府観光庁のユタサック長官は、11月1日に入国制限が緩和されてから、これまでに9万人以上の外国人観光客がタイへの入国許可を申請していると発表しました。タイ政府観光庁は、今年末までにタイに入国する外国人観光客の数は前年比で 10% 増加するとみています。今年は少なくとも60万人の外国人観光客が訪れ、
約360億バーツの観光収入が予想されています。ほとんどの外国人観光客はタイへの入国でスワナプーム国際空港とプーケット国際空港を利用しています。その多くがヨーロッパとアメリカからの観光客です。タイはこれから観光ハイシーズンを迎えるため、自国の寒さから逃げタイのビーチエリアに旅行する人が増えるだろうと見ています。またタイ政府観光庁は指定された10種類の関連事業すべての起業家を支援するキャンペーンを行っています。公衆衛生上の安全対策に従い、コロナ対策が正しく実施されている施設には SHA および SHA プラスが認められます。これは質の高いサービスと感染リスクを軽減するための取り組みで、サービスを利用する際の一つの指針となり、タイ人と外国人観光客両方の安全を確保しています。また観光を刺激するため、タイ政府観光庁では11月下旬から2022年初めまで様々なイベントを計画しています。地元の芸術家やタイ人芸術家が協力し、幸せな新年を迎えられるよう年末年始のイベントを盛り上げていきます。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さよなら。Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.